はい、えー、それでは、シオンステークス、えー、本ちゃんの方、始めます。はい、いよいよ秋開催ですね。おーい。おーいって。うんー、うなんやねん。明日から始まるで。もう、ええよ、もう、夏で終わって、俺の競馬。 なんでや。阪神楽しみにしてたやないか。明日阪神ちゃうもん中山やもん。お前だってもう、せっかくもらったらへそくりパーにしてもうたもん。あああれか。あれか。なんか言うねん、お前。いや、あれな。 本命はどっか行ったけどな。おじいちゃん対抗の達合劇、50万ブッチしてたから、取り返したんやあれ。えそやろほんまや。あんたがソウルインパクトの6章にアホみたいに突っ込むから、おじいちゃん保険でな、対抗の達合劇の短所買うてたんや。ああ。 あざっす。いやいやいや。まあ、まさかちたると思ってなかったねんでな。まあ、とりあえず、こんだけはったらいけるやろもう一回。あ、そ、そうやな。ええんかな、こんだけまたこうて。ああ、ちょっとだけお置いといてほしいの。まあええがな。 とりあえず全部ぶち込むではいえー、それではシオンステークスえー、出走表を見ていきましょうえー、18頭立てフルゲートですねはいえー、こちらえー、去年からえー、っと第2回目ってことでえー、っと G3 ですね格上げえ周華賞の出走権も3着までと えー、より東の馬たちがやる気出すレースになりました。ね。わざわざね、馬鹿正直にロードステークスね、立東の最強組ね、オークスバー・オーカショーバーに戦わなくても、ここで裏ルートをたどれますと。はい。いや、見本の皆さんおめでとうございます。ということで行きましょうか。えー、五島、えー、絞りました。えー、事前調査から、えー、ちょこっとだけ印変わったぐらいですかね。うん、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 多分、うん、多分。 はい。えー、本命ディアドラ。多分こちら前と同じグランシルシてたと思います。えー、もうこちら言うことないでしょもう。はい。えー、三勝馬。かつ、えー、こちらはコバ相手の三勝目ですね。1000万。えー、小コバ相手の1000万勝ち。しかも相手2着がラビエベール。1.7倍倒します。はい。で、この時にもうね、2番人気で3.5倍支持されてたんで、やっぱり素質はある馬。能力のある馬だったんで。 まあ、この舞台ね、ラビエ倒した後、えー、ここ、ね、いくら参照、えー、賞金1500万持ってますと言うてもね、えー、集箇所、えー、今ね、格上げとか重賞をなってきた中でね、1500万クラスで集箇所、えー、いけるかっていうと、もしかしたら、うんの可能性あるんでね、出走権とかいっぱいあるんで、やっぱりオークス、えー、桜花賞とかもいるんでね、えー、そう考えるとやっぱり1500万の苦しいと。 えー、ディアドラ、さすがにここはもう一発、えー、三着以内はさすがにキープしてくると思うんで、はい、もう能力でいけると思います。えー、ガチには仕上げてこないと思いますけど、えー、ある程度、もう出走権狙いに来てますね。もう何よりも、えー、西から来てるんでね、もう物語ってますわね、えー、ローズステークス、えー、避けて来てるんで、多分ここ、もうほんまにガチで、えー、出走権狙いに来てますわね、ローズステークスやっぱりね、えー、まあ、オークスはちょっと今年はいないんですけど、 と、えー、他にもね、今回強い馬結構多かったんでね、なんちゃらカッちゃんとかね、なんちゃらカッちゃんとか多かったんで、うん、やっぱそれ考えると、えー、ここは本気かなと思ってます。アンジュイワタさん、そこまで悪くないと思いますね。はい。まあ、上がりもずっと使えてますし、えー、この舞台のポイント、えー、去年同様、え、上がりが使える馬が私は優先やと思ってるんで、こちらでいきます。 えー、もしかしたらね、今年ちょっと、えー、スローになるよって話出てますけどね、ちょっと、えー、ね、ペースを早ならん可能性ありますけどね、確かに逃げたい馬とかが結構少ないんで、えー、スドスロー,、えー、私の嫌いなね、スローからの前残り、えー、特に開幕週なんで、うちで前残った馬が勝つっていう、もう一番嫌いです、えー。また待ってるかもしれないんですけど、ごめんなさい、ここまた、えー、もう無理に逆らって上がりまで壊滅する。 はい。タイコールボワールです。はい。こちら2番人気。まあ、そうでしょうか。2番人気ですね。しゃーないですね。安城戸崎さんやし、安城強化ですか。はい。えー、中山の女舞台2000メートル2回勝って、その後ちょっと、えー、何ですかえー、な、なんかあったっけん,なんか体の不安でしたっけちょっとすいません。ここ、あんま詳しいわかってませんけど。えー、長期休暇明けですけど。 ええー、まあ、この馬も同様、ええー、もう、んここ出走権かけてバトってくると思うんで、で、わざわざ5ヶ月半ゆっくり休んでるんで、ええー、もうここは狙ってきてると思います。安城戸崎さん、ええー、戸崎さん乗せてる以上はもう本気やと思ってます。はい、2番人気、しゃないですね。はい、えー、勝ち切れるかって言っうと、さすがに、ティアドラノが、ええ、さすがに今は1枚,1枚、2枚ぐらい上だと思うんで、さすがにここは2番手止まりしておきます。まあ、全く走らん可能性もありますけど、 えー、まあまあまあ、全く走らんか性っ十分ありますけど、えー、そこまでね、人気に対して嫌う必要はないと思います。素直に買っておきましょう。はい、もう上位とはね、去年のビブロス、あるいは、ビッシュですね、あの2頭ぐらいちょっと抜けてそうやなと思ってるんで、やっぱオッズ示すとおり、やっぱここはまあ、しゃーないと。で、逆にこのポール・バンドール、ポボー・パフューム、ここら辺あってくると、ちょっとさすがに落ちるかな、人気の割にはってとこですかね。 はい。今んところ無印です。ごめんなさい。7番、8番ね。はい。え、3番手。えー、前回特注部あげました。南村紫。こちら3番手にあげます。えー、人気もそこそこ出てるんで、えー、やっぱり、えー、ここ、えー、もう皆さん、えー、データ、いろいろ収集した中で、やっぱこの人気になったんですね。うん、もうちょっと人気なかったらよかったんですけど、残念です。6番人気で、えー、人気ですぎ、ですぎでもない。こんなもんですか、妥当ですか。はい。 えー、この舞台言いましたね、えー。500万クラスの上がり最速場が、えー、結構来てるよと。で、えっ、ー、と、この後ですね、いろいろ調べましたら、えー、実は、えー、この新潟の500万クラスを上がり最速で買ったもの成績、えー、ちょっとどこかの、えー、誰かさんが調べてくれました。1、1、2、1らしいです。はい。ほぼ馬券絡んでます。はい。えー、私結構こういうね、過去のこういう、えー 特殊なデータと言いますか、えーね、こういうピンポイントなデータはね、えー、ざっくり言うタイプなんですけどえー、っとちょっともうサイトにちょっと載ってましたいやーと思ってそれ載したらあかんねんこんな1121いちいちとか言うたら人気出るんやそう言うたらあかんねん俺みたいにざっくり言わなか自転車をその時みたいにアバウトに言わなかあはーはー人気出てもうたこれもうちょい人気出るこれすいません でまあもうちょい人気出る理由としてもシオンステークスね紫紫ですね多分そこですねで、えー、待望の紫枠かなあたまた残念ですね今回えー、オレンジ枠ですわ紫枠いやー言ってたのに紫ないですーって言われてからすいませんそうですかーって6.5番ぐらいやったらちょうど赤オで混じっていいなー思ってたんやけど何がうわーまあオレンジ枠多少不利なんですかでもねスローでうちで多層数ごちゃつくんやっ らも外からマックル気味にいった方がいいと思ってるんでちょうどいいと思いますはいこちらもねえ序盤はねえちっちちっちちなんですけどえ前回とどおり東平線誉れ星3区ってことで2歳未勝利戦等々よりはこの3歳開けてから番宣方がちょっとよく分からないですけど開けてからの方が結構成績いいんでうん今充実してると思いますはいえ左回り1080回走ってませんけど特に2 0 0 0 m 中山右回り なりますけど、えー、もうそこ未知数だからこそこの人気で買おうって話なんで、これがね、3番番人気でね、えー、人気してるまで、えー、無理に買う必要ないんですけど、まあまあ6番人気ならね、拾っても損はないかなと思ってます。もう買うなら今ですわ。はい。当選ハマれボスタンクお願いします。はい。<お>4番店カリビアンゴールドにします。はい。こちらもちょっと後ろ敷てましたね。 えー、まあポール・バンドール三照馬の方が、えー、一枚植えちゃうのって話なんですけど、えー、ポール・バンドールはちょっと前目つけての競馬がずっと続いてますと。 え、もう超維持に考えまして、カリビアンゴールドどちらかというと、え、後方から上がりが使える馬と。え、今回私はもう後方、後方っていうか中段、いやいや、後ろ、中段ぐらいからかな。え、上がり使える馬をもう基本的に重視しているんで、え、馬鹿正直にそのデータを当てはめました。まあ、前走ちょっとね、スローやった分前目で競馬してますけど、まあ、上がり最速使えてるんで問題ないと。折り合いついてると見てもいいと思います。で、 えーと、この馬のレースね、前走、えーポールバンドリー負けたんですけど、どう考えても枠順の差ですね。はい、外のピンクなんですけど、えーと、そうですね。もうここの時点でね、もうコーナーリングの時点でもうね、だいぶ外回してるんで、この分、やっぱうちの黄色のポールバンドリー負けたかな、ぐらいの差なんで、全然もう枠の差ですね。うちが有利やったんで、もうそれ考えるとやっぱこの馬が、一番距離で走ったわけですし。 うん。まあ、内容は悪くなかったと思いますね。ポール・バンドルとほぼ互角、あるいは一枚上と見ても悪くないんじゃないかなと思ってます。えー、決闘的にもね、えー、距離延長するダイアメージャーよりは明らかに距離、えー、延長するステイ、ゴールド3区の方が絶対向いてると思うんで、中山やしね、2000やしね。はい、いいと思います。なんでこんな人間ないんか不思議です。はい、教えてください。ちょっと人気なさすぎちゃうかな舐められてんちゃうかいうぐらい人気ないですわ。はい。で、最後5番ってですね、 この、えー、さっき言ったポー、ポー、ーチャー、ホウオーパフューム、あるいはポール・バンドル等々を、えー、差し置いて、まあ、このまたちはちょっと人気出すぎで、うまみないなぁと思ったんで、はい、えー、ここを誰にしようかなと思ってね、ライジングリーズに一応拾っておきましょう。はい、まあ、えー、前奏、大乗日経賞、えー、ね、えー、大歌賞は検で,できてチッティーしましたけど、 まあ舞台、中山戻るっちゅうことで、中山で参照してるんで、まあ、あとは距離がどうかだけの話なんで、中山帰ってきて一変する可能性なので、または前奏のこのね、ラジオ日経1008、4コーナー使ってたっぷりタフな場場を走った後なんで、あーすいません、もう記憶しました、って言って、暑いからゆっくり走ります、っていうかもしれないんで、絶対にこの前のペースには前奏みたいにならないと思うって、 はい。えー、ちょっと期待してます。ちょっとまあ人気そこそこ出てますけど、まあまあうち引いてますし、えー、うちでロスト作ったもあったら一発あるのは好むかなと思ってます。まあその時点で5番手評価から果てなんですけど。 はい。まあまあ、こんなもんでしょう。まあ、ある程度人気ですとえー、この7番、8番を買おうか買わんかぐらいですね。私の、えー、ターニングポイントですね。はい。あと、皆さんお任せします。えー、7、8か、まあ。ポール・バンドルはね、まあ、人気出てもおかしくないと思ったけど、このホーオー・パフィーもどう見るかですね。まあ、アンジさんってこともあるんですけど。まあ、確かに中も2000メートルで買ったんですけど。うーん、個人的なんですけど、まあ、この後の G2、G1 をどう回収しても、 ハーツクライ3区のね、もう独断天気ですけど、ハーツクライ3区で、新馬戦、あるいは未勝利戦500万ぐらい、若いうちにね、もう完全にね、完璧やと思ってね、あんまりその後活躍しないですよね。万生型って言いますけど、あんま早めに活躍したのがその後来るか、ちょっと思うんですね。はい、最初からあれっ思ったのが途中から、おーおー、ハーツクライらしいなぁって思うのなんですけど。 あんまり若い頃から活躍したまでなんか最後まで来るなーっておらんですね。まあ多分ワンアン通りの見過ぎなんでしょうけど。はい。まあこんなもんにしておきましょうか。はい。以上、後藤ですね。他言うことないですかうん、そうですね。あ、名村さ紫のレースぐらい見ていきましょうか。一応、えー、こちらが一番、個人的に一番期待してるんで特注部やったんでね。えー、名村さき前走、上がり最速で勝ちましたけど、まあ新潟の直線線8で長い直線やったんですけど。 えもうね、えー、内側の確か青棒の8番なんですけど、えー、4コーナー回った時にね、基本に言い方っても、うやっぱ、内がね、えー、ローカルらしく傷んでくるんで、若干やっぱ外見回した方が有利って言われるんですけどね、えー、内で溜めてますね、8番。内っていうかちょっと中寄りですけど、えー、こっからですね、えー、長い直線つこって、えー、まだ内、4番手5番手ですね、内の青棒で溜めてるんですけど、やっぱこのバグン、えー、塗って買ったっていうんですかね、で最後もね、 えー、バ,バはそこまで、えー、皆さん若干外回す中でら、バばそんなよろしくなかった。うちらちついて買ってるんで、ね。こっからうちから抜けてくるんでね、こっからラスト結構伸びたなぁと思ってあ、このまま勝つんやって。あんま、このね、残り100の時点で思ってなかったと思うんですけど、誰もがね、あ、伸びるんやと思って。えー、一番強い内容やったんちゃうかなと思って。ちゃんと、えー、ね、バグ揉まれて買ってるし、えー、中身2000円。特にバグ思まれて問題なさそうやなと。 はい。えー、問題ないと思います。えー、で、この前のレースはちゃんと外回して買ってるんで、意外と、えー、上がりの時のオンオフのスイッチもできるんで、折り合いは結構いいんかなと思ってます。えー、案上えー、継続してつむってます。はい。あとは津村さんがどうつぶるかだけですね。はい。津村さんね、大丈夫ですか頑張ってくださいね。はい。 ということで、えー、出走表からは、えー、印5等で、えぇ、ー、解明、組み立てます。はい。ということで、シオンステークス、出走表通りの印となってます。はい。もう、スローはやめてください。上がり馬から素直に選びました。はい。えぇ、ー、ほんちゃん、ほんちゃんは解明の方ですね。 えー今回、ワイドボックスいつも5点凍ってたんですけど、ちょっとやっぱオッズとかの関係でね、結構嫌ったりとかしてね、結局、チッティな競馬が続いたんで、もう初心に戻ったぐらいの気持ちで、生まれ本命からえー印4点、ワイドボックスは本命除いたえー印4等ですね。はい、こちらでいきます。はい、もうシンプルにとりあえずこれで秋競馬スタートします。まあ、もう単勝とかね、他チラス してて買ってたんですけど、まあ、もうしゃあないねもうとりあえず5等中2等この話ならんってことにしましょうはい単勝ちょろっと当たってもね結局チッティーだったんではいもう初心に戻っても5等選んでもう2等圏型もしゃーないも外れ外れもしゃーないさはいまあね本命来てやっとねえー、ワイドボックスもねダブルテ的中とかもあるんでダブルダブルダブルないね 本命来てあれか。えー、本命生まれんとワイドのテクチュアあるんか。それはあるね。ダブルのワイドテクチュアないね。はい。わかりました。ごめんなさい。はい。まあ、とにかくですね。もうなんやかんやでもうね、とにかく特注を来たもう、おの字なんですよ。もう紫来たらもういいですわ。もう納得ですわ。もう、うん。馬券外しても納得かな。うん。同じの字です。うん恩の字かな。うん。同じ。の字。うん。同じの字は。はい。えー、名村紫さん、えー、待望の、えー、 紫枠ですね。引いてくれるかと思ったんですけど、えー、どうやら14番の大打枠ってことで残念やったんで。でまあ、とにかくですね、もう紫ね、シオンステークスやし、もう紫やしってみんな言うてるんで、もう、もう、とりあえず津村さん、とりあえずもう紫の帽子で無理やりかぶってください。お願いします。はい。もう14番からスタートはもう構わないんで、紫枠でスタートしてください。ほんま赤と青のね、間からスタートしたちょうど紫は思ってたんやけどね。 何がうん、ちょうどよかったんやけど、紫枠ないですって言われたんで。はい、つむらさん頑張ってください。えー、津村さん、なんかあんまり、えー、いい思い出ないんやけど、頑張ってください。はい、えー、シオンステークスは以上で終わります。あと、この結果を明日載せて、センタウールステークスと、 え、何でしたっけオータムハンデですね。京成。はい。はい。そちら、明日放送するので、そちらもよろしくお願いします。はい。秋競馬。いよいよ明日開幕です。ちょっと仕事忙しいんで、現実馬券ほとんど買えないんですけど、シオンステックスぐらいはちょっと前もって買うときます。はい。えー、もうその日に万人気で買ってもええと思いますけど、荒れるかなあんまり余計なことやんとこう。はい。ということで、紫さん、頑張ってください。はい。以上で終わります。ご清聴ありがとうございました。